皆さんこんにちは、花江夏樹です。今日はですね、先輩の声優さんの島に遊びに来たんですけれども、ここにいる方が島民の方ですかね。こんにちは。喋らないシステムですか。ああごめんなさい、中村です。中村雄一です。ああ中村さん、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。めちゃめちゃ目キラキラしてますね。今はこれね、とあるテーマでこういう格好してるから、はい、とあるゲームのとあるキャラクターの、ね、まあ任天堂のやつだからそんなに隠す必要もないね。そうですね。よろしくお願いします。今日は、はい、よろしくお願いします。板前さん、最近あの翔太の寿司という漫画をにハマっておりました。ちょっとじゃあ今日はちょっと中村さんの島をちょっと見学させてもらえるということで、ぜひ見てってくださいよ。これ島の名前何ですか。これあのもののけ島という島ですね。もののけ島、意味が全然わかんないと思うんですけど、じゃあそんなもののけ島のちょっと発展具合をね。あ、キャプテン。あーそうですね、こういう遊びもあるんですよ。一回中村さんのあの YouTube のチャンネルでも島は見せてるんですよね。少しだけ。まだあれでもゲーム出てすぐだったからさ、ほとんど何もできてない状態だった。今はもうだいぶ、今だいぶ発展を。じゃあちょっと案内お願いします。これまあちょっとあの来る人、はい、カメラでちょっと撮影してるんでセキュリティ万全の。じゃあまずこちらですかね。はい、うわめちゃめちゃすごい。これやっぱり僕ゲームってやるとね、ゲームセンター、ゲームセンター屋内型建物っていうのがこの島作るのは禁止になっておりましてあの自宅以外許されないんですね。だから全ての構成物はあの屋外テラス型でやらせていただいてますね。あすごいですね、充実してますね。ちょっとそうなんですよ、まだね全然アーケードゲームがあの流通に乗ってこないんでね、この島、はい、前作までにあったあの UFO キャッチャーとかああいうのを早く見たいな、なんて。確かに確かに、ここずいぶんあこうやってる人とかいたらまあ頭当たっちゃうかなみたいな。そのダーツはどこから投げるんですかってのはちょっと気にしないでもらう。でまあ隣はいきなり公園になると。いきなり。あじゃあここでお子さんに遊んでもらってる間にこっちでみたいなね。大人たちがね。この辺はあのデイランドをちょっと参考にして、やっぱり。デイランドってこんな感じでしたっけ？デイランドもやっぱほら大人と子供両方の需要をね考えるじゃない。でまあまあここら辺ちょっとカップルにゆっくりしてほしいなと思って、見晴らしのいい、作りましたこれ。あいいですね。そういうことですね。なんで僕は座れないんですかこれ。ちょっと待ってください。これ一人いやいや本当になんでなんで。ちょっとずれます。あ真ん中に座られたと。あこういうあこういうことだ。あこういうことです、こういうことです。素晴らしい。でまあ流れでいきますと、これあこれうちです。あこれ中村さんちですか。この歓楽街のすぐそばに作りました、ね、ほら中村って。あめちゃめちゃ細かいですね。いやらしい庭。あこれあそう、あこれはまあたまたまね、ちょっと量産しすぎじゃないですかこれ。いや、まあ、これはちょっとまあたまたまちょっともらったりとかね、ちょっと盗まないでもらって。ちょっとうちに生えてないんで。あそうですか、これ家見ます。あお願いします。あじゃあ家入りましょうか、ね、はい、お邪魔します。わあここは楽しみたいじゃないですか、趣味もめっちゃおしゃれ。あのこれにちょっと触れてもらっていいですかね。全然見えなかった。仕掛けてみたんでね、あのなんすかこれっていうのを待ってるんで、ちょっとあの奥に見とれてすぎて。そうですね、あの全貌を見る前にこのなんすかこれ。あもうびっくりしたね、これおもちゃだよ。あおもちゃか。もう大丈夫です。じゃあどっちの部屋から行くか、こっちから行く、こっちの部屋見ましょうか。やっぱりミュージシャンですね。そう、僕うちのバンドですねこれね。あこれバンドですか。マザー、あ言っちゃった。僕の格好してるこのキャラクターがね出てる作品にこのバンドがあるんですよ。はあなるほど。それをこうここにセットしましたね。じゃあこれはそのゲームをプレイしてる方にとってはおおってなるような、あれねってこう言われる違いない。ピーンとしてますけど全員めちゃめちゃ作り込んでますね。これそうね、なかなか大変なんだよね。こっち和室ですね、隣は和室。あー一変変わって落ち着く。ええ、これ僕、はい、好きな漫画の一つに何々の語っていうのが、何々の語、ヒカルの何々みたいなやつなんですけど、あまあそれをちょっと参考にしてね。何々の語面白いですよね。何々の語はやっぱ流行りましたからね、面白かった。まあ、こんなに伏せなきゃいけないのか。王はですね今ヒカルの語にめちゃくちゃハマってるんですね。ということでこれは和室で、じゃあこっちはやっぱちょっと中華風というか、あなるほどね。いいっすか、じゃあ行ってみましょう。なんとバスルームですね。バスルーム、うわ
スケベー言うと思う絶対言うと思う。ちなみにあのこのおすすめポイントというか、やっぱその光るお風呂ですよね。光るこれみたいな。ほらほら、その何々ホテルみたいなさ、こう体重計ないでしょ。別に体重測る必要ないですもんね。たぶんこれ今僕気づきましたけど、右奥になんでシャワー置きっぱなしになって、そう、寝れながらシャワー浴びれるってあれは多分僕撤去し忘れですね血管じゃないですかこの、ええ、遊び疲れた後にここで、ああそういうこと、リモート機能ねなんか本当にここ、こうやらないと移動できないこれ全部そうじゃないですかちょっと物を置きすぎたかもしれないですね。ちなみにうちはあの2階と地下もあるんで、はい、2階と地下、失礼します。2階はまあこういう、あージム、そうです、ここジムでね、やっぱりキャプテンアメリカみたいになりたいなっていうところで、キャプテンにジムの方が面積広いんですね、このゲームと。2階広いのよ人も呼べちゃうっていうね。ああ、そうそうそう、みんなでね、みんなでトレーニング。これはでもあのそれもバランスボールの使い方間違えてますで、まあ最後はあの我が家の地下、その地下室、はい、地下室まで降りてきていただいて、これはもう地下室はやっぱこの島で生活するには必要なやつですね。必要なやつ、ええ、うわこれ、はい、ちょっとあの当選部して奥入れなくなっちゃった。サソリが当選部、うわこれあの、はい、島のですね住民で、この花江さんもやっぱこのゲームやってて気づいたと思うんですけど、はい、非協力的なんですよこの島の運営に対して。お前らは税金を納めてるのか、大体が僕のポケットマネーでこの島の経営を維持しなきゃいけない、施設を作らなきゃいけないんですか。だからもう気に入らないんですよ僕は。じゃあ可愛い子とかもいないんですか。あ、いや、あ、じゃあねちょっとうちの島の人たちとちょっと挨拶しましょうか。お願いします。これねもうかなりね、となんて言うんだろうな、これ任天堂さんが推奨してないテクニックなんですけど、はい、あの、はい、あのタイムリープできるんですね。時をかけるおっさんなんですよ。だからあの住民ガチャを成功させるという。なるほど、ええ、まあちょっと薄々感づいてはいましたけどね、ええ、今撮ってるのも夜の20時ですからね。そうなんです、あのタイムズあるあのそうですね、あのやっぱ車乗ってるんでレンタカーこれ、はい、ただあのこれソリじゃない、これはですね、あのこのシステム上ですね車って存在しないんです、ね、はい、この世界。あ、そうなんだ。なのでこれまあちょっとソリになってまして、ソリですよね。これじゃあ誰引くのって言ったらやっぱりその住民ですよね。住民に張り切られそうなやつ。だ今多分ねここの書いてるんで、ここ今誰かがバリカーリアツに引かせて、はあ、やっぱり納税しなければやっぱ労働っていう感じですか、ね、あ、そういうことですね。あ、こう一人いますね。あ、いましたね。海太郎ですね。海太郎、はい、海太郎ね目が怖いんですね。完全鳥目なんですね。本当だ、可愛い、結構性格が可愛くてね好きなんですよ、はい。あ、でちょうど文太郎いるこの辺カフェですよね、はい、カフェ噴水がある、まあ、テラスカフェというんですよね。コーヒーとかも売ってたり、ケーキとかピアノ弾く人とかいたり、ジャズシンガーが来るじゃないですか。ジャズシンガーここで急に、YouTuber も突然来て弾いてみたとかやるんで、グレンゲグレンゲ、やりますから。うちはあのこれビーチ、これビーチですね。あ、いい、そしたビーチですね。お、ここ寝れるんだ。はい、なのでわあめちゃめちゃ心地いい、のんびりする。これでも雨の人がここまで来そうですね。まあ来ますねこれもうあのこのゲームのすごいなと思うのは、あの野ざらしのところでやっぱり雨の日だろうが住人はお茶をするっていうのがすごいなと。まあこの辺もまた海ですね。はいはいはい、あー海の家的な。ここの屋台はイカ焼きをもう、あ、もうそうですね、それすぐ焼かれますねあーそう、あーいいな。あーなんだ、第二村人が、これあのショートケーキですね。ショートケーキの化け物です。これはショートケーキの化け物、パティパティですパティ僕そんなに嫌いではないんですけど、はい、このゲームに出てくるこの村人の人たちって何パターンかのこの性格があるじゃないですか。ありますね。で割とトレーニングするタイプの性格なんですよパティ。あ、え、この子？そうなんですよ。だから時々あの彼女この全体がピンクなんですけど、はい、ババシャツみたいなのランニング姿で、あのもう下半身は特にね住民って履かないんで、まあそうですね、ランニング一丁でなんかあのダンベルとかを持ってうろちょろしてる時があって、ちょっと怖いですよね。あんま羞恥心とかあんまない子なんですね。羞恥心とかないですね。ちなみにうちの中、住民の中で1、2を争うぐらいの巨体ですね。じゃあめちゃめちゃに筋トレしてると。奇抜だな。あ、ここ野菜直売。あ、そうです、そうです。やっぱほら、みんな働かないんで、はい、もう
直売りなんですよね。直売りなんだ。働いてほしいんですよ。だからお店とかやってほしいんですけど、うんうんうん、あのたぬき一族のお店以外ないんでこの島。なるほどね。ここでじゃあ、そうですそうです、ベル稼ぎしなきゃなっていう。お鎖になってますけどそうですね、あのずっと置いてたんでねじゃあちょっと僕もあのお土産持ってきたんで、ここ野菜直売に置かせてもらっていいですか。お、何ですか何ですか、なんすかこれ、立派に鼻がこれ、こんなセンシティブな感じでいいんですか。あともう一個あるんですけど、これです。うんこですか。これは珍しいキノコです。これは珍しいキノコ。これあの視点をちょっと一番手前にしてください。あ、この辺で見るとね、この辺この辺あなたあのこの、はい、あなたあれですか、こんなことを一日中考えてらっしゃるんですか。これで位置取りを考えてたんですね。あのそうです、奥場所のね、はい、わかりました、わかりました。まあ、この辺畑になって。これなんですか、このお花？これはですね、あの、本来それ、クッションなんですよ。はい。あ、これクッションなんだ。あ、本当だ。なんですけど、デザインでやることにより、なるほど。野菜に見えるってやつですね。ちょっとなんか、キャベツっぽいっすね。あ、そうです、そうです、そうです。はい、これ、あの、ツイッターでこのテクニックを盗みましたね。勉強熱心。ボルダリングゾーンがあり。あり。あ、そこに。新しい村人がいますね。おこれ伝説の生き物ですよ。これタツオ、ええ、竜ですから。もう竜、すごい陽気な感じですよ。そうなのよ。ちょっとね、あのキャラクターが意外性があるんですけどねこれなぜね、この僕タツオをここに誘致したか、はい、ちょっとじゃあ先にちょっとタツオの家見てもらっていいですか。あ、タツオの家をね。タツオの家これなんですよ。あのね、外観に癖がすげえある中国チックな、ドラゴンボールのさ、あの最初の悟空の家みたい な,、はい、たいな。だからそこを元にコンセプトとしてこう周りをね。じゃあこれタツオありきなんですね。これもう本当だから、タツオは正直あのキャラのビジュアルそんな気に入ってないですけど、はい、これ家がそう、あの持ち物が僕はお気に入りっていう。なるほど、タツオの敷地広いっすねそうね、あ、この子人気のキャラですよね。アタイアモニカっていうの、アイドル志望のプリティガール、ギャルっぽい感じの。と戻りまして、戻りまして、ここ、あ、ちょうどね彼女、あ、ラムネ、この子めっちゃ可愛いっすね、はい、可愛いですね、可愛い、ラムネちゃん可愛いな。ちょっと中村さん声やってくださいよ。私ラムネブースごめんなさいね、僕の中での CV はあの釘宮とかそういうラインで、あの僕に無理をさせないでもらっていいですかね。すいません、僕あのタツオなら頑張ってやるんで。え、ちょっとタツオいきます。タツオ、あ、じゃあタツオ、はい、またおったね他の島から来たお客さんももののけ島を好きになってくれると嬉しいなタツオとラムネの気合の差やばいっすねちなみになんかこの動物の森、いろいろ動物いますけど、この自分的に一番やりたいキャラみたいいるんですか。今ね島にいないけど、なんかよくあの狼のやつとか、あ、中村さんっぽいですねってやたらコメントをもらったことはありましたね、発売直後とかね。この辺があの住民の居住区画ですね。なるほど、ここにまとめてると。これちゃんとあの僕住民、どういう住民が住んでるか分かりやすくですね、するこのこヒント、あ、サボテン、これここ誰んちだっけな全然分かってないじゃないですかここ誰んち、あ、ここパティだ、ここパティがですね、パティってさっきのあのショートケーキですね。あの結構ねお花を観察したり、はい、お水をやってくれたりするんで、うーん、一生水をあげられ続けるサボテンを置きましたね。めちゃめちゃ難しいヒントですね、はい、そうここは、あ、ここ入れますよ、入る、あ、あ、かわいい、パーチク、これパーチク、私はパーチク、よろしくね。パーチクかわいいですよ。かわいいですねこの子。でも部屋のコンセプトがちょっとこれすごいセンスだなあれじゃないの、俺があげた室外機中に置いてこれもそうだった気がする。これハムスターの、これ餌です。あ、これ餌ですかこれだってこの現場ハムスターいたと思うからな、住民に。ちょっと闇の部分が見えますね。あ、ここにあれですね、お、またカフェが、星バックスっていう店ですね。これ星、え、
星バックスっていう店です。これここ星バックスですか。ええ、略してスターバーです。いや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 あるとは関係ない。このマインデザ中村さんがシコシコ作ったんですかこれ。あ、そうです、これ夜鍋して、夜鍋して。マグカップもちゃんとそれなってます。本当だ。マグカップですね。ブーケ猫なんで、あのちゃんとキャットタワー置いてますから。あ、なるほど、だいぶ手狭な。今家いますね、ブーケ。あ、ブーケいる。あ、ブーケなんか作ってますよ。ちなみにそのブーケの今着てる可愛い服は、はい、あの僕があげてる。アイドル志望なんですねこの子。アイドル志望。この島2人いるんですよ。この小さい島でもうライバルが。こういうやっぱ動物に似合う服、この子に似合うなみたいなのを考えて。あ、そうですね、買ってあげるんですか。ブーケだけですね。ブーケだけ特別に。じゃあブーケはそこまで嫌ってはいないと。どちらかというとようやく手に入れたっていうところです、ね。ああ、なるほどね。じゃあこっち、これ和風庭園ですね。温泉、あー、いいわ、海の見える温泉。これ実はですね、そこ、はい、ちょっとゲーム進んでる人だと分かると思うんですけど、ね、はいはいはい、汚い密輸船がよく来るんですよ、狐の。ここに。だからあの、それ来るともう最悪ですね。ここもカフェです。あ、ここは和風のカフェ。和風ですね。で、ここがちょっと公園。公園、灯台のある公園ですね。わ、この月のやつおしゃれですね。寿司の修行で疲れた時にここに。似合わねえな、痛まえ、似合わねえな、ここ。あ、ここ遊園地です。遊園地すごい。めっちゃいいじゃないですかここ。うわ、すごい。ちょっと、フォトスポットでちょっと1枚撮ります。はい、チーズ。いい感じですか。あー、いい。花江くんってあれフルーツ全部揃ってんの。あ、揃ってますよ。うわ、すごいな。全然人と交流してないからないんだよね、フルーツ3種類かな。もともとは何の島なんですか。もともと梨だったと思う。梨残りがないのよね。なるほど。ここ、あ、ここそうですね、あのあれ、さっきのバンドメンバーちょっと、一人死んだんですね。あ、バンドメンバー一人、ちょっと事故で。あー、まあ、僕の目にはこの3人も死んでるように見えますけど。いやいや、そんなことないですよ、これ全然元気ですよ、みんな。このお墓に入ってるのはお名前はジョンとかじゃないですか。そうですね、ボーカルのジョンとか。あ、ボーカルの、あ、ボーカルがボーカル不在だったらもう実質上の解散。解散ですかね。ちょっと新しいボーカル多分探すと。ああ、なるほどね。はい、やっぱりね、ちょっといつもよりみんな顔色悪いし、顔色悪いっすね。ずいぶん痩せちゃったな、やっぱりね。やつれてますね。これで大体、お、これ大体回ったかな。ありがとうございます。じゃあエンディング取りに行きますか。今日も楽しかったね。もう寝るの。シャワー先に。いや、ありがとうございます。すごいこだわりの島を見せていただいて。作り込みはね、頑張ってるつもりなんでね。いや、すごいいい島でした。またね、何ヶ月か経ったりしたらこれ様変わりしてると思うよ、様子が。本当ですか。じゃあその時またちょっと遊び行かせていただきます。ぜひぜひお願いします。見てください、中村さんのチャンネルにもいつか。ああ、そうですね、わしゃがな TV っていうのをマフィアカイザーさんとやってるんだけど、それ、そう、ちょっと花井くんは狙ってるんだけどね。またじゃあよろしくお願いします。お願いします。ということでありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございます。じゃあ皆さん、おやすみなさい。おやすみ。